はい、皆さんメリークリスマス。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回も、認知症に関するね、情報などをお届けできたらなというふうに思っております。はい、まあ冒頭でも言いました、今日ね、クリスマスイブですね。はい、僕もね、さっきまで患者さんと喋るまでね、またねちょっと忘れそうになってたんですけれどもね、もう今日当日です。はい、僕ね、実家に住んでた頃、前から小学校ちっちゃい頃にですね、まあ、プレゼントをねサンタさんからもらおうっていうことでね、まあ、前日ねもうワクワクしながら寝てたんですけれどもね、まあ何年生の頃だったかちょっと忘れたんですけど、まあね、うちのね母親がこっそり僕のね枕元に忍び寄りですね、プレゼントを置いていくっていう瞬間を眺めてしまってからですね、まあ、僕はあ、サンタさんはうちのおかんやったっていう風にそんなちょっと冷めた感じでねちょっと見てしまうっていうね、ちょっと卑屈な子供になってしまったんですけれどもね、はい、ゆっくり置くんですよ、僕を極力起こさないようにゆっくり置くんですけど、逆にそれがねちょっといたたまれんような感じになってしまうという、はい、まあね、なんかドキドキしながらあんま寝れなかった僕も悪かったんですけどね、なんかそんな感じのやつを見てしまってちょっとミスったななんて思うという、はい、なんかクリスマスになるとそんなことをよく思い出しますね。はい、まあどうでもいい話なんですけれども、はい、ね、まあでも今日もねそういった患者さんとかね、のまあ施術は入らせてもらって、はい、今日もありがたかったなというふうに思っております。まあですね、まあそのある患者さんとねちょっとね接してて、まあ思ったことがあるというか、はい、感じたことがあるんですけれども、まあそれ何かというとですね、まあ全然クリスマスは関係ありません、お水に関してなんですけどね、はい、まああるね方、僕が担当させてもらってる方が言ってくれたんですね、僕の動画をどうも見てくれたようで、はい、で動画でね言ってやったようにね、お水を飲んでるんですっていう風にねおっしゃってたんですね。はい、すごいありがたいな、嬉しいなという風に思いました。お水のことはねちょこちょこ僕お話しさせてもらってたので、でどんな水飲んでるんですかって聞いたらですね、アルカリ性の強い水をね飲んでますと、アルカリ性に傾いた水を飲んでるんですっていう風におっしゃってたんですね。はい、で僕以前ね、確かにねそのアルカリ性の水はねおすすめだよっていうようなね、まあ内容の動画はね確かにアップしていたので、まあ、それを見てくれたんですよね。そのままね実行してくれたんです。すっごい嬉しかったですね。ただですね、まあ、その患者様の場合はですね、残念ながらねあんまりアルカリ性の強いお水はねちょっとおすすめじゃなかったっていうね、まあ結論というか、まあオチなんですけれども、はい、まあ、なぜかというとですね、その患者様はね腎臓の機能がね、まあ、あまりよろしくないような感じなんですね。はい、アルカリ性に傾いたものとかね、アルカリ性のこう強いものをね、まあ、食べたり飲んだりするとですね、まあ、内臓のね特に腎臓にこう負担をかけちゃうんで、腎臓の機能がね弱ってしまってるとですね、それにちょっとねさらに負荷をかけるような状態になるわけですね。でしかもお水を飲むということは、お水はね結構量を飲まないとやっぱりいけませんので、まあ、アルカリ性に傾いたそのお水をですね、まあ、結構量を多めにね飲んでしまうと、それだけまあ腎臓にね負担をかけてしまうんで、まあ、水分としてはいいです。はい、けど、まあ、なんか内臓機能をこう弱めてしまうっていうような状態に持ってってしまってると、はい、いうことなんですね。まあ、なのですごく嬉しいしありがたかったんですけれども、ちょっとその患者さんには、まあ、からしたらちょっと相性があんま良くなかったかなっていうようなお話なわけですね。はい、僕があの時多分ね言った動画っていうのは、まあ、便秘がちな人とかね、そういった人にはねいいかなというふうに思いますという話だったと思うんですけれどもね、マグネシウムとかがねなんかその入ってたりとか、しますので、確かそういう話だったと思うんですけれどもね、まあ、その方ももしかしたら便秘なのかもしれませんが、ただですね、まあ、ちょっと話を聞いてると腎臓の機能もねなかなか弱ってそうなので、まあ、あんまりそこちょっとなんでしょうね、アルカリ性のやつにこうこだわらなくてもその方の場合はいいのかなっていうふうに僕は思いました。まあこんな感じでね、まあ物によってはですね、その人にまあ向かないみたいなのはやっぱありますんで、その効果がいいとされるものでもですね、そういったのはあるんでね、やっぱり自分自身がどうなのかっていうのをしっかりですねこう見極めれる力っていうのをつけていただくっていうのはすごい大事なことかなというふうに思います。まあ、やっぱりそういう力がないとかね、どうしたらいいかわからないという方はですね、まあ、専門の人に聞くとか、まあ、そういったね誰かの助言をねもらうっていうのはね、まあ、すごい重要なんですけれどもね、まあ、それをもらった上で、まあ、こうなんかやるとかいうのはすごくいいと思いますので、はい、あ、これがいいんだ、こういった認知症に
効果的なこんな方法があるんだ、早速取り入れようではなくて、まあ、自分自身にね、まあ、それが向いてるのかどうかっていうのをね、まあ、あなた自身のこう思いつく限りこう考えてもらった上で試すっていうのはまあ大事なことかなというふうに思いますが、はい、そうちょっとまとまりがなくなりましたが、まあ、要は今日この動画で言いたかったのはですね、今あなたがやってるその認知症に対してのね、こういいと思うその方法はですね、本当にあなた自身に合ってるのかっていうこと、しっかりね、もっと考えていただきたいなっていうようなお話でした。はい。そう、クリスマスにね、なんかね、ちょっとね、説教じみたいな動画になっちゃいましたけれども、まあそういうことです。はい。今回の動画を見ていただいて、本当にありがとうございました。はい。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではでは、さよなら。